あんまりですね、まだ3話までしか放送されてないアニメに対して、こういうことを言うのは正直微妙かなと、まあ、言うべきじゃないかなと思うんですけれども、今回ばかりはですね、このシャッフル放送、正直失敗じゃないですか、制作陣の皆さん。というわけで、今回は今期2021年夏アニメの超期待作、ピーチボーイリバーサイドについて正直思うことを語っていきたいなと思います。で、この作品がですね、原作者さんがクール教信者さんというからで、まあね、名前聞いて驚かれた方もいらっしゃるかもしれないですけど、この作者さんね、なんと小林さんちのメイドラゴンという今期の派遣アニメと言われる超面白い、僕自身も大好きな作品の原作者さんでもある方なんですね。で、この作品のもう一つの連載されている漫画のアニメがこのピーチボーイリバーサイドという作品になっています。で、話のあらすじとしては、まあ、桃太郎の続編みたいな形で、もし桃太郎の桃が一つじゃなかったらいろんな桃が流れてたらっていうね、イブストーリーが展開されていくという話になっております。で、まあ作画もね、普通にいいですし、まあすごい可愛いキャラクターとか魅力あるキャラクターもたくさんいて、その上で、なんか普段は温和な感じ、柔らかい感じなんですけれども、いきなり表現していくとか、突如としたバトルシーンのなんか殺伐とした感じとかが、魅力的な作品なのかなっていうのを思っております。で、今回何が問題になっているかって言いますと、まあ冒頭でもちょっと言ったんですけども、この先にシャッフル放送という号で、まあ時系列、漫画は本当は1話、2話、3話積んでいくじゃないですか。で、それをまあ1話、10話みたいな感じで、まあちょっと極端ですけど、バラバラにして流してるのが今回のオンエア版というのになっております。で、D アニメストアさんで、僕 D アニメストアで見てるんですけども、オンエア版と時系列版っていうのがやってて、で、オンエア版っていうその正式な方がなんとシャッフルをされているというものになって、おります。んで、今回の3話見た方は、あんまりネタバレなるべくしないようにしますけど、今回の3話見た方はマジでびっくりしたんじゃないですか。あれ？先週見逃したっけ俺みたいな感じになったと思うんですよね。あれ？なんか急に話飛んだくないみたいな。僕マジで、なんで、ね、リアニメってなんかどっちもあるから、僕間違えたら時系列版見ちゃったのかなと思って、あ、これ間違えて時系列版見てるからこんないきなり話飛んでるんだなと思って、見返したんですよ。そしたら、オンエア版でしたね。もうびっくりしちゃって、本当に。あれみたいな。で、なんか話によると原作者さんの、原作ファンの方の話によると、17話、前回のラストが17話らしいんですね、原作の。で、今回の始まりが51話らしいです。ということで。おかしくないですか？まず17話から51話ですよ。34話。これまでの1話と2話で積み重ねてきた、17話分もやってないですけどね。まあ、そもそも時系列を変えてるから。うん、その倍以上いきなり飛ばしてきて、それは話わかるわけないじゃん。漫画で言ったら、まあ、1巻と2巻読んでたのに急に5巻飛びましたっていう感じなんで、それは話わかるわけもなくということで、多分アニメ勢の方は大困惑されたんじゃないかなって、あれと思ってね、もうびっくりされたし、多分正直頭に入ってこないというか、あれいつの間にこんな話進んだみたいになってたと思うんですよね。まあ、確かにすごい今回幼女キャラみたいなの出てきて、まあ、僕もすごい好きなキャラなんですけど、まあ、可愛いと思ってね、別に、なんかよく話わかんなくても、まあ、可愛いキャラいればいいっしょとかね、ちょっと別におもろいやんって思ってる方もいらっしゃると思うし、別に僕もね、まあ、そこは、別に否定はしません。別に可愛いキャラもいたし、まあ、そんなにね、つまんない、クソつまんないとか思ってるってことは何もないんですけれども、時系列でよかったやんっていうのが、時系列中に普通に漫画通りやってればよかったねっていうのが正直なところですよね。僕自身原作ちょっとね、かじって、まあ、読んでるんですね。で、20話ぐらいまで読んでたんですよ。だからアニメ1話2話って見たときに、まあ、原作と順番が違うわけですね。いきなりその原作の途中から始まるんですよ、1話が。で、正直、あれこれ原作勢じゃないよ、違う。アニメ勢の方はわかんないんじゃないかな、話して。僕原作ちょっと読んでるから、話別に1話からね、ちょっと時系列が混ざっててもわかるんじゃないかなと、楽しめるんじゃないかなと思ってたんで、まあ、そんな評価しなかったんですけども、それを話してたら、アニメ勢の人がもうすごい楽しみました。で、やっぱね、キャラが、ま、すごいギャップを出してくるわけですよ。もうめちゃくちゃでかくて、超可愛い、お姉さんとか急にガーってね、表情を変えて、まあ、超強いです、みたいになったりとか、バトルシーンの切れ味とかね、まあ、いろんな可愛さ、まあ、単純になんかキャラの顔が可愛いとかそういうだけじゃないんですよね、この作品は。うん。で、鬼と人間のなんかその対立とか、その辺をうまくね、描いている作品で、まあ、1話とか2話がね、結構、そのアニメ勢の方からの評判が良かったんですね。で、僕自身はもちろん原作で話分かって楽しめてるから、あ、じゃあ別にいいか。別に原、アニメ勢の方が楽しめてるな。別に原作勢がとやかくいうことじゃないなと思って、僕自身も普通に楽しませていただいてましたし、普通にお勧めさせていただいてました。うん。で、そんな中で今回の3話は、いやもう誰も喜ばなかったというか、もう原作多分読んでたとしても、みたいになると思うし、多分アニメで、僕も多分今回の51話、原作のね、だからその3話の始まりからっていうのは原作読んでない部分だったので、マジでもう頭の中ハテナマークでいっぱいっすよね。話飛びすぎやんっていうのは、もう多分皆さん思ったし、
なんでこれをオンエア版にしたのかっていう話になってると思うんですね。 D アニメで時系列版っていうのをしっかりやってるわけですから、それだったら時系列版を普通に作る余力があるな、時系列版をね正式に見たかったなっていうのを、シャッフル版を、だからそのなんていうんですかね、 OVA じゃないけど、まあその円盤特典とかそういう特典要素な感じで特別編みたいな形で見れるならまだ良かったんじゃないかなっていうのをすごい思ってますね。シャッフル放送で成功した作品って、まあ僕はまあ知らない、やっぱね原作カットしたりとか、なんか1話の導入全然変えますとかね、結構ありますよね。今期だったらチートクス氏のスローライフとか、あの主人公が異世界転生するね、あの下りを全くやらなくていつの間にか転生してますとかなったりもしてるんで、まあ結構あるあるといえばあるあるだし、まあかつてね鈴宮春日の憂鬱っていう作品もなんか話数をあえてシャッフルして放送っていうところで、まあ僕はね最初時系列版から見たんで、時系列版っていうかしっかりその話のね時系列が整った状態でやつを見たので、まあそんなにね別に違和感も感じず見ましたけれども、まあね、これ正直シャッフルってめちゃくちゃリスクあると思うんですよね。で、まあ僕自身その、最初シャッフルだっていうの知らなくて、普通にクール教信者さんの作品だしね、アニメ化したら面白そうだなと思って見ようと思ったんですね。その中で D アニメストアでその時系列版とオンエア版があるっていうのを知りまして、で、あれこれ、あれこれ時系列で通りやんないんだと思ってね、最初シャッフルでやるのか大丈夫かなっていうのは思いがありました。でそんな中で監督さんがシャッフルをすることによって、やっぱこの作品って結構区切りでなんか急に話がね切り替わったりするんですよね。でそれをアニメだと表現するのが難しいと、また1クールってアニメ決まってる、まあ1クールか2クールって基本だから12話とか24話っていう枠で決まってる中でね、放送が今のアニメ、まあほとんどのアニメかな、まあ、だから今ワンピースとかコナンとかは別ですよ。普通のアニメっていうのは、普通のアニメって言い方が分からない、基本的なアニメは1クールか2クールで構成がされてます。だから要するに12話13話または24話25話ぐらいで終わるっていうのがこの普通のアニメの形なんですね。でそんな中でやっぱそこまでにしっかり話を作らないといけない、うまくその最終回を迎えないといけないっていう中なので、まあ、やっぱそのある程度のなんか原作のカットとかは僕自身は許容してるし、今回もそのシャッフル放送でうまくね一期というかそのビーチボーリバーサイドっていう作品が完結最終回を迎えるようにしますと、中途半端のところで本当は原作の時系列通りにやると、まあ、中途半端のところで終わってしまうんだけども、いいところで終わるようにしますよっていうのが今回のシャッフル放送の意図らしいんですね。で僕は別にその字面だけ聞けばね、ああなるほどいいじゃんと、まあ、別に僕も原作をそのなんていうんですか、そのアニメ化全部、はい、アニメ化される範囲まで全部読んでるわけじゃないので、まあ、普通に楽しめるんじゃないかなと。いい、あ別にシャッフルしてもねしっかり通じつまって楽しめればいいじゃないと思ってたんですけど、まあ、見たら全然話わかんないわけですよこれはダメでしょ。3話ってね、結構勝負の話数なんですよね。いや別にこの作品は最初から1話から12話まで絶対全部見合わせて人しかいなかったら何も問題、まだ、あるけどね。あるけどまだない、まだね、影響は少ないかもしれないですけども、3話まで見てこの作品、この作品見ようか、楽しみにしようとか、楽しみにしようじゃない、日本語間違えた。この作品見ようか決めようとかね、3話まで見て、とか1話、2話まで見て、超好きだとこの作品を今期は一番楽しみにしようって思ってた方が、サーン見ても多分絶望してたんですね。もうツイッターであんなになんか困惑してる声を見たの久しぶりで、叩いてるというかね、別にだから話がつまんないわけじゃないんですよ。だから、あれみたいな、なんでそんな飛んだのっていう、なんかそっちに意識ばっかり行っちゃうんですよ。で、その中でやっぱ話も飛びすぎて、まあ、余韻もクソもないしっていうか幼女キャラが可愛いなっていう感想しかもう抱かなかった人が多いんじゃないかなと思うんですね。まあ、今回最後なんか主人公の決断みたいなの出ましたけど、いきなり決断って言われても何みたいな感じになってると思うんですよ。思い入れも何もないしみたいな。まだね、それ3話ですから。いや、だからこれはね、失敗というか、それなら、ね、正直だから別に原作とかをカットすれば、別に時系列通りやってもある程度区切りのいいところで終われるはずなんですよ。とかちょっと引き伸ばすとかね。っていうのは別にアニメはできるわけですけど、例えばちょっと戦闘シーンを原作より長めにしてみますとか、まあそれ何かしらの策があるわけですね。こんなもん、だって時系列、じゃあオンエア版見るのやめようかなって方めっちゃいましたからね。びっくりしたっていうか、まあ、普通の反応だと思いますけど、僕もね、これだったら D アニメの時系列を見ときゃいいかって、別に中途半端とかで終わってもね、そっから別に原作読めばいいじゃんっていう考えなんで、別に漫画僕好きだし、ちょっとやらかしちゃったなっていうのはすごい思いますよね。まあ、特にやっぱ1話2話でね、この作品の評価すごい高かっただけに、まあ3話でまあすごい残念、まあ10、まあでもあんま進んでますでやってもあれなんだけれども、まあなんかある意味勝負の話数で、勝負をかけすぎてしまったのかなっていうところ、まあ明らかにその、好意的に撮ってる人は多分誰もいないと思うんですよね。だから一期っていうかその、今回のワンクールとかニクールの最後まで見たらそれはかな、感想は変わるのかもしれないけれども、まあ少なくとも現段階では、あれと、
なってる人しかいないハテナバークばっかりね。僕自身前の話普通に見ちゃいましたから、2話あれ飛ばしたっけと思ったら、やっぱここで終わってるわみたいな、あれな、何が起きてるんだろうみたいになったと思うので、やらかしたっすね。ちょっとやらかしちゃったとしか言いようがない。あんまこういうことは言いたくないです。それ制作陣の皆さんも本当に考えて考えて、これがベストだとね、まあ、結構な方が関わって決められたことだと思うから、まあ、それそんな、叩きたくはないけれども、まあ、ちょっとこれはね、ミスですよ、正直。中途半端なところで終わった方がよっぽど良かったんじゃないって、別にそんな中途半端なところで終わった、で批判する人って別にそんなにいないですから。結局続編来てくれと、続きが気になるから、続きが気になるからぜひ2期来てくださいっていう人が多いわけです。例えば今期やったら真っ白の弟って作品はもうすごい気になるところがあったので、僕原作読もうと思ってますけれども、別にそういう終わり方でもいいわけですよ。まあ、しょうがないんだから、そんな12話までしかないとか、何話この先でも1クール1クールだと思いますけど、なのでまあ僕もね、まあ、原作勢として、まあ、普通に楽しめてたし、アニメ勢の方も別に時系列ごちゃ混ぜでキャラわかんないはずだろうにね、楽しめてるって声を聞かせていただいて僕は喜んでたんですけども、今回はもうアニメ勢の方もみんな困惑する、アニメ勢はそれは困惑ですよね、あれびっくりした。っていうところで、まあ多分もう別にね、対処方法としては時系列版を見ましょうとしかない言うことしかないんですけれども、まあちょっと残念だなと。まあ別に多分です、まあ、今回でも切っちゃう方もいらっしゃるとは思うんですけど、ちょっとぜひね、この先見ていただいて、まあ、僕自身も別に原作読んでるわけじゃないから、この先絶対面白くなりますとかね、保証できるわけじゃないですけれども、やっぱその、ワンクールとか、その最終回に向けてしっかりいい形で終われるように、今回の、その、シャッフル放送っていうのをやっているというのは、監督さんたちが明言されてますんで、まあ、ぜひね、その、いかに素晴らしい最終回になってるのかっていうのも僕はハードルぶち上げますよ、それは。だってこんなに3話で視聴者を置き去りにしてね、楽しみにしてた視聴者を置き去りにして、あれ先週飛ばしてたっけって思わせるような話をやっておいて、しっかりまとまんなかったら、いい最終回じゃなかったら、さすがに切れていいと僕は思うんですけれどもね、そのためにやってるわけだから。まあ、ひとまず、まあ、別に僕は切ったり全くしないので、この先、どんないい脚本になっていくのかは楽しみにしていきたいし、まあ、まあ時系列版も言おうかな。まあちょっと原作で保管しないとちょっとわからないというかね、なんかモヤモヤしますよね、さこの次の1週間っていうか、その前回2話の引きってかなり気になるところだったじゃないですか。え、こんなことになんのみたいな驚きの引き で全然なんかあれなかったことにされてますみたいな感じだったので、まあひとまずね、3話4話以降か、楽しみに待ちたいなとは思いますけれども、まあ、ぜひね、今回ちょっと、一旦距離を置こうとかでね、ツイートとか見たりしたんですけれども、まあ、ぜひね、この先も楽しんでいただいて、まあ、幼女キャラは可愛かったですよね。僕も可愛かったと思いますし、別に話がね、別につまんないわけじゃないと思うんですよ。むしろ面白いと思う人の方が多いと思うので、まあ、そういった方は僕と一緒にぜひ追いかけていただけたらなと思います。という感じで、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。